始まりました、はい、で、この今映っているその受け手になっているのがその無限塾の主催されしている白石太志さん、はい、シアムである。でこちらの、先生が成田新十郎先生と、はい、これ師弟関係ということで、はい、ですが、最初はですね、まあ、どんな気持ちで、まあ、そもそもこの不思議な技をすることで、はい、まあ、成田先生は武道界ではちょっと知られている方だと思うんですが、はい、最初はどんな気持ちだったというか忖度はしたんでしょうか。いきなりこういうことから聞きますけど、はい、まあ、忖度は全くない。忖度は全くしてない、はい、全くないです、ね、はい、で思いっきり打っている。そうですね、まあ、そもそも思いっきり打つ前に崩れているという話、はい、そうですね。なのでその通りで、打とうとする意識に対して何かを成田先生はしているというのが受けていて、だんだん分かってくるんですね、はい、意識に対してしている、はいはい、まあ、だから不思議な技なんだと。そうですね、はい、いうことですね、はい、で、まあ、ちょっとあえてそのなかなか意識の技を説明するのは難しいと思うんですけど、はい、いろいろ例え話で、はい、まあ、ちょっと少し解説するとすると、はい、まずこうやって握ったり向かい合ったりして、はい、相手はこう、まあ、白石さんの側ですね、こちらは何かを攻撃をしてダメージを与えようとはしてますよね、はい、当然そうですね、してますね。で成田先生の、はい、では意識っていうのはどうなんですかね、この時に、はい、おそらくこちら側からやろうとするその意図に対してはそれに対して反応していないというか、まあ、そうですね、全く別のことを、うん、成田先生は、意識の中でやっていると思いますね、うん。まあ、反応しないということは、はい、攻撃をしようとする人に対して、はい、攻撃で対抗しようとしてないとはしてないですね、間違いなく、はい、で、攻撃をしてないということは、はい、普通に考えると、はい、やられちゃうんじゃないかと思いますね、はいはいはい、そこはどうなんでしょうか、なぜやられないんでしょうか。そうですね、まあ、おそらくやろうとしているこちら側からしている意識に対して、うん、何らかの、対応するということ自体が、うん、まあ、うん、一種その依存関係みたいな感じで、結構そうなんですよ、はい、結構その期待してるんですよね、相手がそういうふうに対応することを、うん、こう対応されるだろうとか予想してますよね。そうなんですよ、それは避けるなのか、うん、怖がるなのか、うん、思い切り逆に対抗しようとしてる、対抗する、まあ、要するにこちらはある種闘争心でやることに対して、成田先生が闘争心で対応するってことは、うん、それを白石さんの側は、まあ、攻める側は期待しちゃうってことですね、はい、その通りですね、はい、そうだと思います。ところが成田先生側は、はい、その期待に応えないわけですね。全く応えてない全く応えないです。なるほど、さっき依存という言葉が出ましたけど、はい、まあ、体のちょっと姿勢で考えると、はい、依存っていうのはこうお互い支え合うじゃないですか。そうですね、はい、でこう簡単に言うと前のめりになりますかね。そうですね、はい、その支え合うことでバランスを取ってるっていう形ですね。なるほど、支え合うことでバランスを取っている、はい、では成田先生はどうなんでしょう、はい、まあ、いわゆる姿勢で言うとまっすぐですね。まっすぐ、はい、うん、で、まあ、ところがその同じタイミングで向こうが支えてもらうように倒れ込んできたのを、うん、同じタイミングでまっすぐなっても結果的には、うん、それをまっすぐな形で支える形になってしまうじゃないですか、普通はね、はいはいはい、ま、例えば、はい、片っぽが前に倒れてくる、はいはい、でまっすぐでこう
こう受け止めるというか、そういう方になって結果的には受け止めて、なんかこう結果的にはまっすぐな姿勢で支えるみたいな形になりますよね、うん、はいはい。ところが、うん、そのおそらくタイミングなのか時間なのかをずらされていて、うんうん、そのこちらがそのまっすぐなものであろうが、向こうがまあ支えてくれるような形であろうが、うん、そのそういうことを期待していくこちらとはもうあのに対してなんかずれてる感じがする。簡単に言うとなんか次元が違う。そうですね、次元と、うん、まあ、場所も違うというか。場所も違う。違う感じですね。肉体はまあそこにあるけど。あるけれども。稽古として、はい、そのまあちょっと難しいことはわからないんですけど、はい、練習によって、はい、稽古によってだんだんそういうのができてくる。なんかなんとなく聞いてると、はい、まあすごくこう特殊な能力のある人というか、はい、超能力まではいかないけど、はいはい、そういうような感じをするんですけど、はい、結構できるようになる。できるようになるんですよこれは、うん、はい、そういう意識使いっていうんですかね、うん、そういうことをあの無限塾では、うん、まあ、稽古の中に意識使いを、はい、組み込んで。白石さんのところに、はい、まあ、あの稽古に来る方がいますけど、はいはい、やはりこの最初はもちろんみんなできないと思うんですけど、はい、こういう意識使いによって進歩は今してるんですか、はい、非常にその徐々にできてくる人たちが出てきてまして、はい、非常に成果が出るその稽古システムを採用していると思います、うん、うん、はい。